クールコンタクト。新しくなりましたね。新しくなったんだよ。こんばんは。あ、そうですか。そりゃそうだ、アルバム出たからね。10月23日に出たわけだから、そりゃそっか、ありますよね。ということで、オープニングの一言はラジオネーム、ヨシリンさんからいただきました。二宮さんはスクールコンタクトって知っていますかと。スクールコンタクトは学校で今宇宙にいる宇宙飛行士の方と交信することなんですけど、私は4年前小学校6年生の時に女性宇宙飛行士の方と交信したことがあるんです。もちろん相手の方は英語しか話せないので練習して、宇宙人には会えましたかと聞いたら、まだ会えてないよと返ってきたんですと。その時に本当に宇宙人いるのかもと思った瞬間でした。二宮さん、宇宙飛行士の方に質問できるとしたら何が聞きたいですかって。すごいね、宇宙にいる宇宙飛行士の人と交信ができるんだ。交信じゃなくて通信だね。もうこの人がもう宇宙人みたいになっちゃうから、そうなると。へえ、すごいね。そんなこと、え、これこんなことって普通にあるのかな。そうだよね、選ばれてないとできないよね。何聞きます、宇宙飛行士の人に。何かな、もう宇宙に行ったってことがすごいから、もうそれ以上のことは、まあ、考えられないな。そもそも宇宙に行く人たちは宇宙飛行士でいいの？の人は仕事は何なんですか？職業として宇宙飛行士っていうのは分かるんだよ、存在してるのは。主な活動内容は何なんですか？いや、それを知りたいね。何しに行ってんのかをね。あと何やってんだろう、探索してんのかな、探索とかあんのかな。聞けなそうだよね。